にちは。Nステップスティーブパート1ゆげんです。パート2が、ついに出るぞということで一応やります。昔ちょっとだけ触っただけなんですけど覚えていません。猫だよね。あ、前のマップからこれ足は引き、いや、リセットされてるね。456、あ、一番直近で取ったゼロになると終わり。数がカウント足されるわけではないんだね。これどうすりゃいいの？あー、なんだそれ。ステージをリセットすると物の配置が戻るから、そんな方法あるんだ。死は救済。どっからリスタートになるんだ？前回取った旗からリスタートになるのか。で、これじゃダメだ。ああ、で、押せないんだ。これはそのままいけばよい。Z でやるんだ。スターザーオプショナルリバース。ああ、スターはまあ。取れるもんなら取ってみてっていう感じなんだ。で、まあ後からやり直すというか後から取りに来てもいいよ。だってあそこに行くんやさ。9だと1,2,3,4,5,6,7,8、1個足りないね。どうやって行けばいいんだよ。石を使ったら取れたりするんかな。ダメだ、取れるわけではない。本当に自分が行かないとダメだよ。これ誰？ヨーレスキュードキャプテンライカ。これはなんか今解けるものではない。今の知識では解けないか。行ってみよう。マップっていうのがあるので、そうそうそう、星の場所は後からでも分かる。ただあそこまで戻ってこないといけない。いや、マップからテレポートができるんだって。テレポートしない。テレポートしたの今。You can always undo a moveAnd sometimes the solution involved restarting. Don't be afraid. はい。If you're stuck in a level, you can use a map to teleport yourself out of it. はい。行けるのは下か上。リスタートすると5歩になるんだね。まだこのゲームの1歩で 2個進んでる。これさ、こんな意味ないところに旗立ってんのおかしいよな。
うわー、何それ。矢印の強制移動は2連続は発生しないんだ。最初に踏んだ1箇所でのみ発動して、その後に踏んだ場所は無効化される。また難しいこと言ってるな。これ上行っちゃうんだね。これもか。そうかそうかそうか。でもどうすればいいんだ。ああ、なるほどね。一ターン稼ぐだけで勝手に入ってくれる。いや、そうか。思ったより難しいな、このギミック。見た目に惑わされて吸ってしまいそう。初期、あれ？これさっきなんでダメだったんだ？ああ、そっか。これ一旦やられたことでリスタートしたからか。ここなんなんだ？やりたいことはなんだ。ただの猫のところまでは行きたい。岩を左側、間違えた。ようレスキュードシェフボブ。だけど、まあ案の定というか、ここはソロではいけないよなって感じですね。ベースエンターとテレポート。あー、ここはレフトライトでセレクトベース、エンターでテレポート。今セレクトできる場所がないんだ。上ルートはこれで取ったので、次は下ルート。氷だ。踏んで一旦やられることで、あの上からやり直しだから、これは1個稼げるんだ。あー、すげえ面白いね。なんかよく見たことのあるギミックばかり出てくるけど、歩数制限とリスタートがいい感じに効いてるね。リスタートがやばいんだ。リスタートの挙動がえぐい。反射するんだ。リスタートかければ上の配置も戻っちゃうから、ちょっと分かんなくなるな。分かんなくなるそれ。これは岩を右側に持ってきたいから、一旦ここでやられないといけない。これどうしたいんだ。
普通に考えたらできないから、猫の救出だけをやればいい。これじゃあダメなんだな。上の5か、上の5に戻んないとダメなんだ。4、いや、これでこう。これですけど、ジオロジストタンブレイ、本当にスターは多分そういうギミックを知ってからじゃないといけないんだな。ミックス、この旗何、この旗なんだ。ゼロリスポーン、まだわからん。真ん中に行きたいのかな。これで、あーダメか。これでここをアクティブにしたとかなのかな。あーそうだね、これでこの2箇所を行けるようになっている。 OK です。で、下か左、これステージの順番なのかな。左が5で下が7、じゃあ違うな。踏んではダメ。歩数に関係なくリセットができるっていう芝ではある。これすごいな。踏んでも移動が入れば、そのターンで最終的に踏んでなければ生き残れるんだ。難しいこと言ってる。これはだからそこに石があればいいな。それをするためには石2つで、氷がある、ここ氷がある、氷がある。この状態で入れれば OK ではある。下は氷がある、氷がある。氷どこにあった、なってる？ん？氷じゃないのか。あ、違うわ。なんか自分が踏んだパターンのところにちょっと色がついてるんだ。氷じゃなかったです。青色だったからね。なんだそれ。まあ。踏んでいないっていう風に判定しちゃうのか。猫と接している、ターン終了時に猫と接している場合に死亡判定。こっちのこの青い旗の意味がまだ分かんないんだよな。うわっと、これはでも分かんないよね。あの足元に何があるかが岩でこう隠れちゃってるからちょっとよく分からん。これ必要なのは何？これはなんで動かない？あ、旗があるからか。この旗があるせいで、あの石は右に、
左に行かないんだ。これどうする？リスタートのことずっと忘れてるね。リスタートわかんない。だって初期盤面がわかんないんだもんな。いやー、困ったらリスタートをかけるは結構このゲームで必須テクなんだけど盲点になってるね。ダブルだ。あー、そういう、いやでもそれは普通の旗でも同じじゃないのか。これ2になってしまう。今下になんかあった。あ、星だ。ちょっと待てよ、何これ。内側に2人いるだけではダメか。でも右側の5歩も使え、123使えがないとダメだもんね。なんかわかんない。わかるかもしれないけどわかんない。後から踏んだ数の方が優先される。どっちが後なんだこれ。どっちでもいいのか。でかい数字になるんだ。同時に踏んだ場合はでかい数字になる。これがやられちゃうので、ここがむずいんだよな。やられた猫だけがリスポーンする。これを使うとだ、猫の場所の移動がかなりやれるんで、なんかスターを取るときに役に立ちそうだよな。猫が複数人いる状態っていうのを維持できるんだろうか、このゲームって。マップ移動してもこれはダメか。なんか 2匹が同時にこっちに来たらみたいなのってできるのかな。ちょっとまあ今はやんないけど、これリスポンスはどっから、こうなる。いや、よくできてんな。ここで1踏んじゃうんだ。あ、でもリスポンスどうなんだ。あ、青色はあれか、セーブ地点にならない旗っていうだけなのか。そんなシンプルな話だった。どうやっていこうかなこれ。とにかくあの赤い旗まで一人行きゃいいんだよな。この後か、なんかここか。こうしてこれでやられても戻れるから、
むずいな。リスポーンしないといけない。一人これを踏んで、こう入って、もう一人連れてこなくても猫は取れる。メカニックヤコブ。下は3体何かを持ってこないといけない。このステージだけで考えてると無理っぽいな。スター系がなんかあれだよね、もう絶対今は無理っていうレベルを要求してるから、もう基本的にノーマルエンディング迎えるまではもう全無視でいいんじゃない。あれはでも助けたやつらじゃないな。いや、むしむしむし、取れないだろう。で、ここも、まあ、ここなんで、行けて、3方向。マップはちなみにこんな感じ。は、ん？びっくりマーク。あそこに猫がいるのか。これ何？そうか、そうか、そうか。え？ああ、そっか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 。なるほどね。猫生き返るんだ。これ何したいんだ。猫死んじゃうけど。あれ？ああ、そっか、そうだそうだよ。猫共有なんだよな。覚えることが多い。慣れるまでに時間かかるね、これ。生き返った瞬間に5を獲得するから大丈夫になる。生き返って2、4、5。星は無理なんで、猫を一番奥まで押して、まあまずはって感じだよね。メディック。 OK。 あのスターがどう考えても無理っていうのが、どうこの後どういう風になるんだろう。どういう変化をするんだこのゲーム。こっちよりもこっち。 Don't look at the statues。 真正面見なければいいの。左右だけなんだ。じゃあ上下と左右で作りが変わってしまう。じゃあこれやられた時にどっち向きで旗入るかみたいなのが関係あるのかな。基本的に全部ギリギリに作ってあるから、ギリ間に合えば多分正解。視界じゃこうなって死んじゃうな。たら右向きがデフォルト。ルールとしては難しいっすね。あれも押せるのか。押せるけど、あ、いや、これは向いてないから大丈夫なんだ。
とするの？これすごいな。そうなんだ。そうなんだだね、これ。二段に流されるのよ。これそのうち旗の場所変えられんじゃねえかな。123、123、4、5、6、真上に伸びるしかないからそれを塞ぐようなやつらを全員どかしたいが、リセットはできない。この岩どかさんと何か割とそうなんだ。なんだこれ。何をやらしたいんだそもそも。なんだこれ。あー、仲間が全部塊にされちゃったみたいな部屋なのかな。ボタニストのジェニー。 Those statues look creepy. I don't trust them. トラストとかの状況じゃないだろ。やられちゃうよ。そこにも猫。そうなるって感じだよね。これは知ってるわさ。なるほど。これ増えないかな。これ以上下行くと下、ああそうなるんだ。左側に行く猫を増やしとかないといけなかった。先にもともとそれが置いてあった場合は消えるって言ってるのかな。サイエンティストミーガン、まあ、とりあえずゴールで。なんで？あー足りないらしい。ここでちょっと待てよ。ここでそうなる？リスポーンか。リスポーンじゃない。これ大丈夫か。なんで？あ、いやいやいや、え、これ、え？
どうにもならなくなったな。こんなことあるんだ。テレポートはできるっていうふうに考え、解釈すればいいのか今の。 OK、 さてここが開いたのか。じゃあ今日はここまでにしましょうか。面白いね。マップを見てくれ。かなりまだ広いよね。猫は9匹集めたが、猫の檻があったし、星に関しては一つも集めることができていない。まあ集められないっていう言い方が正しいと思う。現状では。ってことでやっていきましょう。お疲れ様でした。